今から福岡に行きますね。そうですね、はい、福岡旅行、2泊3日ですね。ちなみに福岡って行ったことあります？初めてです。あ、初めてなんだ。初です。そうなんですね。何が楽しみですか？福岡の中で一番魅力的なところといえば屋台かなって。ああの中洲川端。あ、そうそう、そうだよね。あっちの方は結構グルメに特化してるスポットなんで、すごい美味しいものがいっぱいあるんですよ。ひたすら食いたいなと思ってます。あ、確かに福岡行ったらやっぱりなんかはしごしながらなんか飲食店通ったりとかね。あとはもう博多豚骨ラーメンだったり明太子ともつ鍋とかね、食いたいっすね。いろいろあるんですよ、うん。じゃあこれから、福岡県に、向かいたいと思います。また2時間超え。そうですね。あ、羽田から2時間で行けるんですよ。結構近いですよ。近い。これ新幹線に行くと5時間5時間ぐらいかかるんですよね。新幹線クソ鬼じゃって。ちなみに僕はね、あの福岡はね、人生で2回目になります。はい、1回目はね、コロナ禍になる前に行ったんだよ、ね。いや結構、なんだろう、アクセスするには結構良かったんだね、はい。住んでみたい街ランキングもやっぱ上位に入ってるし、そうね、かなり最適な場所でした。ではレッツゴー。はい、ということで福岡に着きましたね。はい、あの初めての上陸ですよね。初めてです。どうですか、まあ、パッと見た感じのこの景観というか、なんかどういう風な風景が広がってますか？いや、なんかやっぱ都会だなっていう感じですね。そうですね。前回長崎行きましたよね。行きましたね、長崎。全然雰囲気違いますよね。違います。しかもその気候もなんかこの真冬にしては暖かいんで、暖かい。そう、かなり日向が日差しが強いんですけど、まあ、気温としては10度前後だと思うんですけど、いや結構暖かいですよ。サラリーマンとかはそのワイシャツで、まあ、過ごしてる人もいるんでね、それぐらいちょっと暖かいんですよ。まあ、これから、そうですね、飯行くんですけど、あの予定としては一応太宰府天満宮行く予定なので、まあ博多駅周辺で済ませようかなと思います。はい、まあ、明太子が有名なんでね。そうですね。なんか明太子とかそういうものになんかちなんだね、ご当地料理をね賞味していきたいと思います。これ渡れる、あ、いいのか。 OKOK。 これは、まあ、博多駅、博多口か、博多口の、北西方面ですね。東横がちょっと集結しているところなんですけど、駅から割と近いですね、はい。ただもうちょっと南下していけば大通りがあるんで、その大通り沿いが本当に博多のメイン通りになるんで、ちょっと西へ進めば中洲川端や天神があるんで、かなりの、まあ、九州、まあ、唯一のね繁華街です。はい、夜になると屋台が開催されたりね。そうですね、一番夜が楽しみじゃないですか。そうですね、まあ、そこではしごできるんで、いや本当ワクワクしますね。本当になんか博多っていうところはグルメに特化しているところなんで、今後もまあ堪能していきたいと思います。じゃあ昼飯、あ、昼飯、はい。やべ、ちょっと怪しいな。じゃあ、昼飯行きましょうか。レッツラゴー。レッツラゴー。これが、西口、博多口ですね、はい。
本当全然違いますよね。一旦ね、さっき反対側行ったんですけど、あの筑紫口でしたっけ。そう筑紫口で、これがあのさっき申し上げたメイン通りなんですけど、4車線5車線それぐらい広いメイン通りです。はい、この先進むと中洲川端だったりとか天神があったりします。もう全然スケールが違いますよ。反対側と違って、丸いがあったりね、ショッピングモールが結構広がってます。はい、東京と違う。どういうところが違う。なんか道路の余裕があるっていうか。ああ、そうだね、敷地がちょっと余ってるからね、道路も広がっててね。まあ若干違う点で言うなら、ちょっと待って離れよ。なんかそう、駅前行動みたいのがあるね。あ、駅前演説かな、わかんないけど、なんかどっかの宗教の。ちょっとうるさいんでね、一旦離れます。はい。すげえな、あの演説なんだ、宗教かな、九州地方の宗教何なのか全然わかんないですけど。はい、ちょっとうるさいんでね、一旦離れて。俺が喋ろうとしてんの、なんでそのちょっと鬱陶しい演説が遮断してくるんだろうね。とりあえず、そう、福岡県は繁華街から空港まで結構近いので、まあ、建物の高さ制限されてるんですよ。大体50メートル前後、100メートル以上の高層ビルとか空港から離れないとやっぱり建てることは難しいんだね。はい、万が一その事故とかそういうトラブル起きた際ね、あのビルに衝突する可能性があるので、高さ制限大体50メートル前後になってます。はい、まあ、特にね、博多駅周辺はそうなってますね。まあこれは東京と全然違うところですね。東京とか大阪もそうだけど、メインの駅はね、大体高層マンション、高層ビルとかが結構そびえ立ってるんですけど、ここは結構特殊ですね。はい、まあ、とりあえず昼飯に行きましょう。はい、昼飯は一風堂でございます。いや、うまそうだな。